小笠原慎之介、メジャーに興味あるけどドラゴンズでいい、だって楽しいもん。まあ正直もう一皮むけないとメジャーはきつそうだよな。満たされてるやん草。あれ、メジャー希望じゃなかったの？自分の実力を再認識したんやろ。泣いたりベンチ殴ったりしてたけど本当に楽しい。よくわからんけど中日って選手あんま流出せんよな。ヒント、 CBC。 でも本当は洗脳されている。ドラゴンズに満たされまくった結果 W。 何が楽しいんや。所属はドラゴンズでも心までドラゴンズになるな。お前は人間の中日ドラゴンズ。ドラゴンズでいい、でいいがいいだろう。俺はまだまだドラゴンズでいいや。おいおい、ドラゴンズをチキンライスみたいに言うな。逆にドラゴンズでいいって本音感あって信用できるわ。ドラゴンズがいいだとほんまかって思ってまうわ。これでこそ男気や。でも中日は優しいからな。中日を日本一に導いたらメジャー行っていいぞ。これは全身ドラゴンズ人間やね。今の成績だとメジャー無理やもんな。あのしょぼ成績でメジャー行ってどうすんねんって感じや。しわさわみたいになるだけや。柳、京田と笠原と野球やりたいな。あ、ざわつくざわつく。まあ喋れるやつだし引退後も仕事は安泰やろな。染まったな、満たされすぎてるな。これもうライデルも同じ気持ちやろ。高橋宏斗はどうなんや。